9時27分絶望的じゃ、とりあえずこれ乗っときゃいいか。宇部ホームやれ、これでいいな。あ、こっちが出入り口だと思った。あで、宇部駅まで来ましたけど、残念ながらいろいろと調べてみましたけど無理ですね。ちょっとどうあがいても、どうあがいてもなんかバス、女だからバスとか使ったらとりあえず行けるかもってことなんですけど、もうその後がもうどうにもならねえよということで、さっきの一本逃したのが致命傷でしたね。こっちか。完全にミスりましたね。遅刻するとかなんか。今の放送が全てです。マジか。どうにもならなさそうですね。いやー参ったな。峰線が完全に今日は止まってしまったらしいです。在来線口、こっちが新幹線口なんですね。どうしような、そんな、でこっちから新幹線に乗れるんだ。あ、そっちからかある入り口があってね。やけど、ここ行った方が良さそうかな。
あーどうしような、どうにもならんな。心中あ、とりあえずついて帰っとこう。本当ならね、こっちで行く予定だったんですけどね。えらいこっちゃ。これにつきます。どうしようかな。タブからなんでもう全くノーチャンスですよね。運転手さん会は未定ってことになる。どうにもならないか。あれは完全に積んだかな。もう積んでしまったから、あ、下関からダメになったんだ。ちなみにこれ長門の方はもう長門市の方ってもう全然抜ける方法ってないんですよね。そうですね、3人でもダメになってるので、ちょっと50万円ぐらいかな。タクシーが使っているのが分かりたいと思います。今日どうにもならん日っすね。どうしような。じゃあもう山陰の方はまた改めて行くとして、もういっそのことなかと思ったよな。だけでも潰すか。それかもせっかくなんで千馬隊で文字の方を潰すっていうのは手ですけどね。文字、どうにも行きようがないもんな。山陰がもう壊滅してるみたいなんで、これはミスったな。今日はなんか もうそういう日ですね。いっそのことを九州の方には行けそうやから、もう事故をそっちの方に下関まで抜けて考えるか。次は
7時半、45分6分に下関か。下関出るか。あ、じゃあすみません、とりあえず下関行くか。待って、もう半や。もう来るじゃん。